どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、なんか霧島さとしって男のことで大騒動になってるわね。今になって逮捕されるとは思ってなかったから、私もびっくりしたぜ。そうなの？私、この人が一体どんなことをしたのか、全然知らないのよ。霧島さとしは半世紀の間、指名手配されたままだったからな。手配写真がすっかり見慣れたものになって、ネタにもされるくらいだったんだ。ネタって？霧島さとしっぽい顔の人が、写真と並んで写った画像だな。それで、霧島がいました、みたいにふざけるのね。面白い発想だわ。そう思えるのも、半世紀が経過したからだろうな。霧島という人物が何をしたのかを知れば、そんな冗談は出てこないはずだ。指名手配されるくらいだから、相当なことをしたのかしら？ああ、日本中を震撼させる事件を起こしているんだ。今回の逮捕劇に対するネットのリアクションを見るに、霧島が何をしたのかってことがあまり知られてない気がするんだよな。私もよく知らずに、ニュースも流し見してしまったわね。霧島って、一体どんなことをした人物なのかしら？じゃあ、霧島が過去に何をしたのかをしっかり解説していくぜ。そうね、お願いするわ。それじゃ今回は、半世紀逃亡した指名手配犯、霧島さとしを紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。霧島の罪を語るために、絶対外せない組織があるんだ。それが東アジア反日武装戦線だぜ。東アジア反日武装戦線。なんか、すごく物騒な言葉が並んでるわね。実際、シャレにならないくらい物騒な組織だぜ。東アジア反日武装戦線は、主に1970年代に活動していた極左テロ集団だ。名前の通り、反日論やアイヌ革命論を主張していたぜ。一応補足しておくが、アイヌ革命論というのは、阻害された旧民こそが革命の主体となり得る、という思想をアイヌ民族に当てはめたものだ。反日も革命も、かなり物騒なワードよね。霧島はそんな組織の一員だったのね。ああ、東アジア反日武装戦線は、狼、大地の牙、サソリ、という三つの班に分かれていて、霧島はサソリで活動していたんだ。部門が違ったのかしら？いや、三つの班に分かれて、同じようなテロを起こしていたんだ。さっきからテロって言ってるけど、具体的にはどんな事件を起こしたの？この組織が大きなテロを起こしたのは、1974年から1975年だ。今となっては信じられない話だが、東アジア反日武装戦線が起こしたのは、企業の建物を狙った連続爆破事件だったんだぜ。爆弾で企業の建物を破壊したの？しかも立て続けにな。1974年8月30日に、狼班が三菱重工のビルを爆破したんだ。この件では8名が死亡、376人が重軽傷を負ったぜ。さらに同年10月14日には、大地の牙班が三井物産の本社屋を爆破し、16人が重軽傷を負ったんだ。1974年にこれらの事件を含めて5件、1975年に4件の爆破事件を起こしているぜ。めちゃくちゃ悪いことしてるじゃない。でも、どうして企業のビルばかり狙うのかしら？東アジア反日武装戦線の思想によるものだぜ。爆破された建物を所有する企業は、当時海外進出をしていたんだ。東アジア反日武装戦線は、それらの海外進出した日本企業を、アジア侵略に加担している企業、として目の敵にしていたんだぜ。だから標的にしたのね。海外進出がアジア侵略だなんて、飛躍しすぎじゃないかしら？テロ組織だからな。さらに1974年には、昭和天皇を暗殺する、二次計画を計画していたんだ。これは実行されなかったけどな。下手をしたら国家が揺らぐようなことをしていたのね。話を戻すが、霧島はこの東アジア反日武装戦線のサソリ班のメンバーだ。サソリ班は、1974年12月23日の鹿島建設資材置き場の爆破と、1975年4月28日の狭間組形成江戸川作業所爆破、同年5月4日の狭間組形成江戸川橋鉄橋工事現場爆破を行ったぜ。さらに1975年2月28日は、三班合同で、狭間組本社ビルと大宮工場を爆破しているんだ。作業所とか工事現場を爆破したら、とんでもないことになるわ。霧島はこんな大事件に加担していたのね。ああ、霧島はこれら4件の爆破事件に関与、というか事件を共謀したんだ。霧島が関わったこれらの爆破事件で、合計6人が負傷したぜ。でもそれは、霧島が関わった爆破だけの話で、最初の三菱重工ビルの爆破では、8人もの人が亡くなってるわよね。ああ、しかもその中には全く関係のない通行人もいたんだ。まあ、企業を狙った理由からしてめちゃくちゃだから、これらの爆破事件の被害者は全員、全く関係ないとも言えるけどな。さっきまで霧島の手配写真を見て笑っていたけど、
こんなにひどいテロ行為をしていたと知ったら、とても笑えなくなったわ。むしろ、写真の妙な笑顔が許せなくなってくるわね。被害者遺族も同じ、いや、霊夢以上に許せなかったと思うぜ。それもそうよね。でも、この組織はどうなったの ?1975 年5月19日に、東アジア反日武装戦線の、主要メンバー7人が逮捕されたんだ。東アジア反日武装戦線の主要メンバーは霧島を含めて9人だったから。この逮捕劇によって、組織はほぼ壊滅したことになるな。主要メンバーが捕まったのは何よりだけど、霧島はどうして捕まらずに逃げられたのかしら?警察は霧島の存在を把握していなかったんだ。逮捕したメンバーの所持品から霧島の家の鍵が見つかって、ようやく霧島も共謀していたことが判明したんだぜ。霧島も爆破事件にはたくさん関わっていたじゃない。それなのに、警察は把握できていなかったの?東アジア反日武装戦線のメンバーたちは、ほぼ全員が前科持ちだったんだ。その中で、霧島は唯一、前科のないメンバーだったんだぜ。なるほど。前科がないことがカモフラージュになったのね。そこから、霧島は指名手配犯になったのかしら?ああ、警視庁公安部は霧島を爆発物取締罰則違反で、指名手配したぜ。霧島は爆弾犯や誘拐犯など、指定公開手配の10人の一人となったんだ。警視庁はかなり力を入れていて、1987年には手配チラシを700万枚配布しているぜ。組織はほとんど壊滅したのに、ずっと指名手配されていたのね。警視庁の本気っぷりが伝わってくるわ。東アジア反日武装戦線は、後のテロ事件に爪痕を残したからな。主要メンバーが逮捕された1975年以降も、模倣犯が続出したんだ。北海道庁爆破事件や神社本庁爆破事件なんかは同庁者による事件だし、中には名前だけ語って、脅迫行為に及ぶような人間も出てきたんだ。こういうのに便乗する人って、絶対に出てくるもんね。それに、主要メンバーの裁判中にも模倣したような事件が起きたんだ。1982年10月29日には、東京南部小堤集中局で、消火器爆弾が爆発し、近くにいた運転手のサワント内臓が、めちゃくちゃになる重傷を負ったんだが、この爆発事件の遺留物からも、反日武装の文字が見つかったんだ。主要メンバーの逮捕から7年も経ってるのに、7年どころか10年後の1985年にも事件は起きているぜ。横浜駅近くの大型スーパー数軒に、東アジア反日武装戦線の名前で、プラスチック爆弾で店を爆破する、という脅迫状が届く事件があったんだぜ。この脅迫状を置いていたのは、同じ横浜市の男子中学生だったぜ。彼は同時期に起きていた企業連続脅迫事件に影響されたようだが、手口は東アジア反日武装戦線のやり方を模倣していたんだ。中学生の悪ふざけじゃ済まないわね。テロって、一回起きたら終わりじゃないってのがよくわかったわ。ああ、主要なメンバーが逮捕されてからも影響は続くんだ。思想に同調する者や模倣して悪さをしようとする者は必ず出るんだぜ。警視庁が霧島を指名手配して、熱心に追いかける理由がよくわかったわ。東アジア反日武装戦線のメンバーがまだどこかにいるって、恐ろしい話だもの。ああ、テロの火を消すという意味で、霧島の逮捕は死活問題だったんだ。となると、今回の逮捕は本当に大事件だったのね。その通りだぜ。指名手配されてから約半世紀、つまり50年近くの時が経っているのに、霧島の行方どころか、生きているのか死んでいるのかも全くの不明だったんだ。50年って、本当に気の遠くなるような時間よね。事件が風化して、手配写真がネタにされてしまうのもしょうがないわ。そんな霧島が、自ら名乗り出てきたわけだから、追い続けてきた警視庁も、被害者のご遺族も衝撃だったと思うぜ。でも、これまで逃げてきたのにどうして名乗り出たのかしら?偽物とかじゃないわよね?その可能性は低いぜ。霧島と名乗る男は、警察の事情聴取にも答えているんだが、事件の関係者しか知ることのできない、細かい状況についても話しているんだ。それに、身体的な特徴も霧島本人とよく似ているそうなんだ。警察は霧島の可能性が高いとして、警察は DNA 鑑定もしているところだぜ。本当にいきなり自分から名乗り出したのね。でも、病院で名乗ったってことは入院していたんじゃないの?その通りで、霧島と名乗った男は、末期癌で、神奈川県鎌倉市の病院に入院中だったんだ。いきなり名乗り出したんなら、病院の人たちもびっくりしたでしょうね。というか、病院なんだから名乗らなくても本名なんじゃないの?いや、霧島は偽名で入院していたんだ。自分から名乗った理由に関しては、最後は本名で迎えたい、と話したそうだな。そして1月29日の朝に、静かに命を終えたんだ。3
最後は本名でって、人情としてわからなくはないけど、過去に爆破事件を起こしてたくさんの人の命を奪った組織の人が、それを堂々と言ってもモヤモヤしてしまうわね。私もそう思うぜ。たとえ、偽物の名前で一生を終えるのは嫌だと思ったとしても、霧島の犯した罪を考えると、同情は決してできないな。というか、50年もの間、霧島と思われる男は何をしていたの？警視庁公安部の調べによると、霧島は事件後、神奈川県内の土木工事会社に住み込みで働いていたんだ。首都圏にいたという時点で衝撃なんだけど、逃亡生活中は、内田博史という偽名を使っていたそうだ。鎌倉市の病院でも保険証を提示しないで内田とだけ名乗っていたんだぜ。そんなのでも入院までできるのね。本人としては、検査とかのつもりだったのかしら？いや、霧島と見られる男は行き倒れていたようなんだ。そして鎌倉市の病院に搬送され、末期の胃がんと判明したんだぜ。霧島は内田と名乗ったまま、保険証も出せないもんだから、自費で治療を受けていたんだが、いよいよって時になって名乗り出たわけだぜ。なるほどね。でも、翌50年近くも本名を隠し通したわね。勤めていた土木工事会社も、彼の正体は知らなかったそうだ。それから、海外に滞在していたという話もしているんだぜ。海外にいたり、神奈川の会社で普通に働いていたり、なんか指名手配犯の行動にしては自由な感じね。指名手配犯が海外に逃げるのは割と常套手段だぜ。しかし、ここまで海外に逃亡したり、普通に働いたりできたということは、霧島の逃亡に協力する支援者がいた可能性が高いんだ。個人的には、この部分にゾッとしてしまうぜ。支援者、ああ、霧島は約半世紀前の極左テロ集団のメンバーだ。そんな人物の逃亡を手助けできるのは、一般の人間には無理だぜ。何らかの権力を持っているとか、組織であるとかじゃないと不可能だ。となると、東アジア反日武装戦線のメンバーに肩入れするような、危険な勢力が、今の日本にも少なからずいるってこと。そこは想像の域を出ないが、可能性はあると思っているぜ。昭和どころか平成も過ぎ、今や令和の日本だが、どこかにはそういう勢力が息づいてると思うとゾッとしてしまうんだ。本当に恐ろしくなってくるわね。なんて話を聞かせてくれるのよ。で、霧島は名乗り出てから死んでしまったわけだけど、この先はどうなるのかしらね。そもそも、時効に関しては問題なかったんだ。霧島の時効は停止されていたからな。停止って、そんなことがあるの？原因は同じ東アジア反日武装戦線のメンバー、大道寺綾子のその後だ。その人がどう関わってくるのかしら？極左テロ集団は、何も東アジア反日武装戦線だけじゃないんだ。霊夢は日本赤軍という組織を聞いたことはあるか？いえ、初耳だわ。日本赤軍は1970年代から80年代にかけて活動していた組織だぜ。海外でテロ活動を行い、世界中に悪名を轟かせた組織で、1977年には、拳銃や手榴弾などを持ち込んで、ハイジャック事件も起こしたんだ。かの有名な、ダッカ日航機ハイジャック事件だな。昔の日本って、そんなヤバい組織がいくつもあったのね。でも、それが大道寺綾子とか、霧島の時効の話と関係あるの？このダッカ日航機ハイジャック事件で、日本赤軍は要求を出したぜ。一つは人質の身代金として、当時の16億円に相当する600万ドルだ。そしてもう一つが、テロ行為などで逮捕され、日本で服役している9人を、釈放させ、日本赤軍に合流させることだったんだぜ。これ、本当に戦後の話なのよね。って、釈放させて日本赤軍に合流させる人たちの中には、ああ、東アジア反日武装戦線のメンバー、大道寺綾子の名前もあったんだ。釈放されたの？日本赤軍は要求を拒否したり回答しなかった場合は、順番に人質を殺害すると脅しをかけていたんだぜ。これに対し、当時の首相である福田赳夫は、一人の生命は地球より重い、と述べて、要求に応じたんだぜ。身代金の支払いと、情報規的措置として、9人を引き渡すことになったんだ。数人は思想の違いから釈放を拒否したが、大道寺綾子は釈放されたぜ。情報規的措置なんて言葉、初めて聞いたわ。補足すると、情報規的措置っていうのは、法律を超えて国家が行う特別な行為だ。テロで人質が取られている場合でもないと、まず行われないぜ。なるほど。それで大道寺綾子は釈放されたのね。その通りだが、情報規的措置でやむを得ず釈放しただけだから、これまた特別な例として、大道寺綾子の時効は停止されたんだ。その影響で、今回名乗り出た霧島の時効も停止していたんだぜ。時効の停止なんて初めて聞いたけど、その理由もかなりとんでもないわね。でも、罪自体は問えそうで少しほっとしたかも。
法的な面ではそうなんだが、本人が死亡しているんだよな。そういえば、最後は本名で迎えたかった、なんて言っていたわね。西郷悟って名乗り出て、裁きを受けないまま逃げ切るなんて、嫌な話だわ。そうなんだが、そこは霧島の望み通りになってしまったぜ。被害者のご遺族からしたら、悔しい状況よね。その通りだな。三菱重工ビル爆破事件で父親を亡くした石橋明人さんは、およそ半世紀もの間、逃走していた容疑者と見られる人物が、見つかったことに驚いている、と話し、当時、なぜ爆破事件に至るまでの思想を持ち、どういう気持ちで活動していたのかを聞きたい。できることなら間違ったことをしてしまったと自分の人生を、否定して、それを明言してほしい、と望みを語ったんだ。自分の人生を否定して、それを明言してほしいなんて、霧島たち犯人に対して、よほど強い怒りがないと出ない言葉よね。それから、まだ逃走中のメンバーはいて、石橋さんは、時間がどれだけ経っても、逃げている容疑者がいる限り、気持ちに幕引きはされていない。霧島容疑者から他のメンバーの情報が出て、捜査の進展に結びつくことを願いたい、とも語っているぜ。被害者のご遺族からしたら、解決するまで踏ん切りがつかないもんね。本来なら、解決しても気持ちは消えないと思うぜ。ご遺族の気持ちを考えると、最後だからって名乗り出て、そのまま病気で亡くなった霧島が、本当に許せなくなるわ。今回の話はどうだった？霧島聡がどうこうって話を最初に見た時は全然わからなかったけど、日本中を震撼させた犯人が見つかったって、凄まじい大事件なのね。ああ、昔とはいえ爆破テロを起こした組織のメンバーだからな。約半世紀も経過して、ネタになってしまっていたのはしょうがないにしても、霧島がどういう人物だったのかは、知っておいてもらいたいんだぜ。そうね、なんとなくで済ませていい話じゃなかったわ。というか、東アジア反日武装戦線とか日本赤軍とか、昔のテロ組織って本当にシャレにならないことをしていたのね。ああ、しかも今になって自由の身になっている人物もいるんだ。日本赤軍の元最高幹部の重信房子なんかは、2022年5月28日に刑期を、満了して出所して、今は普通に生活していたりするしな。その名前はネットで見たことがあるわ。大昔の話に思えるけど、今も事件が続いていたりするし、関係者も普通に世の中で暮らしていると思うと、複雑な気分になるわね。法律と感情は別だから、あんまり突っ込んだことは言えないけどな。今回、霧島は名乗り出るだけ名乗り出て死んでしまったが、引き出した話を、事件の真相や逃走中のメンバーの逮捕につなげてほしいぜ。私としては、どうにか裁きを受けさせてほしいと思ったわ。というわけで今回は、半世紀逃亡した指名手配犯、霧島聡について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。